皆さんこんにちは。本日も初心者のための DX ニュースのコーナーを始めていきたいと思います。本日のニュースは、福岡市のトライアルカンパニーが2022年4月20日、福岡市と北九州市のほぼ中間にある宮若市内に24時間営業の次世代型スマートストア、トライアル号が北店 in 宮若の里をオープンしました。 AI カメラによる24時間顔認証決済システムと売り場カメラと電子棚札を連動させて自動で値下げするシステムを実装し、将来は無人店舗運営も視野に入れています。このトライアルカンパニーっていう新しい取り組みをやってる会社で、今回は24時間顔認証決済システムというのをやり始めました。店内の広さ990平方メートルで、タブレットを搭載した自社開発のスマートショッピングカート40台で、 AI カメラ135台を入れている。で、店内に設置した AI カメラで撮影した画像を使って、どの棚の前にどれだけ滞在したか、どの商品を手に取ってカートに入れたかといった来店客の行動データを計測する。ポスレジって我々言うんですけど、あのレジンって単品がどれだけ売れたのかっていうのを管理する仕組みなんですけれど、販売時点の情報管理から得られる購買履歴や商品ごとの売上データなどと組み合わせ、来店客の購買行動をデータとして分析収集すると。今まで店舗の DX に関していろんなことをやってまして、セブンイレブンのスマホレジどうなったのかな。スマホレジって見ないですよね、セブンイレブン。見ないです。これは報道は出てたんだけど、ちょっと状況を確認必要ですね。もしかしたらこっちのことを言ってたのかもしれないんですけど、空中に浮かぶセルフレジっていうのがあって、ボタンが浮き出て見えるから接触しなくていいよねっていう話をやってます。あとはローソンのスマホレジ、ファミマは無人店舗があります。無人店舗行ったことあります？どこにあるかはちょっとわからないです。僕もよくわからないんだけど、あんまりまだ使ったことない。あと業務スーパーでスマートカートと AI カメラで、今回のトライアルカンパニーの形によく似ている店舗が業務スーパーであります。前に見た Amazon Go 無人店舗、トライアル Go、 これは次世代スマートストアということで、まあ、2020年の7月9日北九州市でオープンした。今回はその次世代型ということで、より自動化を進めている。これが4月のニュースだったんです。さらに最近進んでこの記事が出ています。13企業とデータ共有実験しています。今トライアルがいろいろ収集したデータをみんなで利用して何が分かるかっていうのを今研究している。日用品の販売データを付き合わせて分析したところ、例えば花王の歯磨き粉と日本ハムのソーセージの売れ行きの相関が高いことが分かった。面白いね。花王の歯磨き粉を買うお客さんは他の商品と比べて日本ハムのソーセージを買っていく傾向が見られる。本当なのかな。データが言ってるわけだから事実ですね。で、売れる商品の組み合わせの可能性を発見したというふうに言ってます。宮若市、さっき宮若って出てきたと思うんですけど、宮若市から借り受けた旧吉川小学校の校舎をほぼそのまま利用して、トライアルグループの IT エンジニアとメーカー卸のエンジニアなどが共同で小売りの人工知能の開発を進めていると。トライアルグループの他にサントリー、日本アクセス、食品商社の山江久野、花王グループ、コカ・コーラ、カルビー、アース製薬、P&G、日本ハム、パルタなどメーカー卸し12社が入居している。すごいでしょ。そうそうたるメンツが集まってみんなでやっている。で、サントリーは金麦の再購入促進に成功って言ってますけれど、で、サントリーは2022年今年の初め、こうしたデータを分析してトライアルのいくつかのリアル店で金麦を1回購入したけれど、次からは購入しそうにないユーザーを対象にクーポンなどを使って再度購入を働きかけるマーケティング施策を展開した。その結果、他の小売店では前年同期比で金麦の売れ行きに大きな差が見られない中、施策を実施したトライアルのリアル店ではかなりの数のユーザーの引き止め、つまり金麦を再度購入していただけることに成功した。当たり前ですよね。ちょっとどうなのかな。クーポンを使ってもう一回購入してくださいねって働きかけるわけでしょ。で、クーポンを使って働きかけたお店と他のお店を比較したら、クーポン使ったお店の方が売上上がるのが当たり前なんじゃないかなと思っちゃう。私はちょっとひねくれてるから。どうなんだろう。もうちょっと違うやり方をしてるのかな。
この記事だけだとちょっとわからない、うん、ここから発送してみるとクーポンがいろいろあっても水戸さんもいろいろ携帯とかでクーポンがあるけれど全部が全部利用しようと思っても利用できない部分も多いでしょう、はい、自分に必要がないものだったら買わないよねっていう話の中こうやってちゃんと使ってもらえてサイトを購入してもらえることに成功したということなのであれば成功だよ。ちょっと違和感があったのはそれだけじゃなくてその先を知りたいですよね。再度購入してもらいました、次またクーポンがなくても購入していただけたっていうんだったらすごいねっていう話になるんだけど、うん、なんかこれだけだとちょっとわからないなっていう感じがしました。中村直人さんという方らしいので、もし何かいやそういうことじゃないんだよっていうことがあればコメント欄に書いてくださいそういうクーポンとかってどうですか、いつもスマホとかでなんかサービスとか入れてるとクーポンとか出てくると思うんですけど使ってますか。半額とかだったら使うんですけど、なんか3割引きとかだと思い出したら使ってるっていう程度で、なんかその意識的に使おうって思ってないです。普段チェックしてますか。めんどくさくてしてないです。多すぎるんですよね。僕の場合は例えばファミマを使うのでアプリを入れてるんですよ、ね、うん、あそこでファミペイっていうので支払いもできるようになっててクーポンもワンサーが来るんですけど、だいたいコンビニでこれ買わないよねっていうようなものが結構あるんですよねコンビニのアプリとか入れてないですか。一個も入れてないです。ファミペイのクーポン iPhone 対応充電ケーブルのイメージ、本当に出張先とかで困ったら使うかも。炭火焼き鳥、コンビニの横にあるフード、あとクッションファンデーション、まあ、会社にお化粧し忘れたっていう人がどんだけいるのかよくわかんないんだけど、いないですよ。いないそんなことはないでしょ。だからコンビニでわざわざファンデーション買うことあるかなって感じです、ね、あとは顔アタックゼロワンハンドタイプ、もう買わないよね。リセッシュ除菌 EXデオドラントパワー、最近の暑さであまりにも匂いが気になる人いるか、まあこういう感じなので、むしろドラッグストアなんじゃないのっていうのがファミリーマートには多くて、僕の価値観でいう例外はファミマのスイーツが20円引きとか30円引きとかなってると、あ、これだったらちょっと買ってみようかなって思うことはあっていう程度、ね、はい、たまに使うクーポンってどういう感じ。ドラッグストア行くと、私が行ってるところはいつも商品買ってレシートもらうときについでになんかレシートが3枚くらいもらうんですけど、それが割引券みたいになってて、でレシート整理してないままもう一回別の日にドラッグストア行って、ああるから使おうみたいな感じです。なるほど、その方が分かりやすいね、やっぱり。だから紙でちゃんとあった方が視認性が高いというか、ですね、アプリだと探すのが大変だったりする私の中で杉薬局を結構使ってた。確かにそういうのあります、はい、あとはトライアルがリアルの店の中に設置した複数のデジタルサイネージ、統一内容を一斉配信する取り組みを進めてきた。例えば店内で作っている唐揚げやピザが出来上がったら出来たての唐揚げが今買えますよ、来店客すべてに公開を促す情報をデジタルサイネージに一斉配信する。情報を一斉配信した商品のうち、いくつかの商品の平均売上は、サイネージ未設置店での同じ商品の平均売上を2倍近く上回る。従来は包装っていうか、スーパーの中で、今これが出来たてですよっていうアナウンスが流れたりしているわけなんですけど、まあ、それをサイネージでやります。ここで出てくるのがさっきニュースに出てきたトライアル号脇田店in宮若の里で、車で15分ほどの場所にトライアル宮田店があるため、まあ、要するに近接したところでお店もやりながら研究もやりながらってやってるわけです。なのでリアル店ですぐに実証実験ができて PDCA サイクルを早く回せるということになります。ワークショップも開催して、まあ、こういう勉強会も開催して日替わりで顧客理解を進めるデータ活用するワークショップなどをやっているということです。今回の発見はまだ可能性に過ぎない。顔グループカスタマーマーケティングと、日本ハムはできるだけ早く共同で顔の歯磨き粉と日本ハムのソーセージの組み合わせを店頭でユーザーに示すと両者の売れ行きが増えるかどうかをトライアル5脇田店やトライアル宮田店で実証実験する感じあるかね。顔の歯磨き粉とソーセージ買おうと思うかな。セットで売られても困りますよ。困るよね私がコンサルタントだから、こういう結果が出てきた時に
次に調査するとしたら、本当にこの組み合わせで買った人たちを集めてインタビューしてみたい。なんでこれとこれ買ったんですかって聞いてみたい。何のことですか、たまたまですよっていう感じかもしれないっていう考え方が一つと、でもう一つはブランド品をよく買う人が買ってるっていう可能性はあるので、歯磨き粉だったらお買い物いろいろあるけどやっぱり顔が一番安心できるわって言って顔の歯磨き粉を買う、あとソーセージだったらやっぱり日本ハムだよねっていう、要するにその道のナンバーワンブランドを買うっていうような考え方はあるのかなという感じがします、うん、でもなぁそれだけだと厳しいんじゃないかなと思います。やっぱりねここが難しいんですよ。いろんなデータを見ればいろんなことが分かるだろうと思っていざやってみるとこういう結果が出てきたりするわけで、これとこれって関係があるんだなと思ってその場でまた次の施策考えてみようってやりだしちゃうと、でも実際はあんまり関係ありませんでしたっていうこともリスクとしてはあるわけで、だからちゃんと因果関係っていうかなぜそうなるかっていうのを考えるっていうプロセスは必要なのかな。ただ AI を使っていくっていう中にはこういうのがしょっちゅうあるわけですよ。人間の頭では理解しきれない AI だからこそ出てくる話っていうのもあるわけだから、自分が納得するまで試作をしないっていうのも、まあ、それはそれでどうなのかなっていう感じがします、うん、だから両方考えられる。どうですか、なんか私だったらこう考えるのがあります。歯磨き粉とソーセージ、ソーセージがちょっとどういうものかによると思うんですけど、あんまりないかもしれないんですけど、歯磨き粉ってしょっちゅう買うものではないじゃないですか、うん、1ヶ月とか2週間とかに1回くらいなくなったら買うみたいな感じで、そんぐらいの頻度で買うもので、ソーセージもう私はあんまり買って1回で全部食べきるってことしないので、うん、はいはい、そのなんか周期がたまたま一緒だったのかなって思ったりしました。なるほどなるほど、周期が一緒かもしれないっていうのはあり得るかもしれないですね。なるほど、分かりました。でもまあこうやって考えていくことは面白いですよね。そうですね、データがあればこそどうしても答え合わせというか実際に買った人の話を聞いてみたいなって感じがします、うん、だからいやこれ違うんじゃないのって言ってもめげてはいけないわけですじゃあ今度はこういうデータが出てきた、これはどうかなって、ずっとそれを繰り返していく中に何か一つあこれは本当にそうだねっていうのが出てくるんじゃないかなと、ということで、これは以上としましょう。はい、ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。